しい試合でした。剣術のことはよくわかりませんけど、会場の緊張感に当てられて、未だに心臓がドキドキしています。だな。敵が技を繰り出すたびに、オイラビクビクしたぞ。旅人、上里彩香、模擬試合の勝利、見事だった。おめでとう。ああ、将軍様の命でこの試合を見届けるために来たんだ。二人とも素晴らしい剣術を披露し、それに息も合っていた。観客たちに剣術の美を見せただけではなく、私も多くを勉強させてもらった。それほどでもありません。お前たちは大会の準備段階から駆け回り、そしてエンブレーションの大会を無事終了させた。全ては将軍様の見ている。これより天守閣に乗り、将軍様に今回の模擬試合をありのまま報告するつもりだ。では先に失礼させて。君が気づいてさ。ところで、皆さんこれから予定はありますか？という点で打ち合わせするのはいかがですか？行きましょう。